田村道明は、江戸時代後期の大名。道の国一の関藩の第九代藩主。後、道の仙台藩の四次。下には、十四日下、自重、三作守る。嘉永三年六月八日、第八代藩主、田村国幸の長男として、一の関藩にて誕生した。陽名は、岩次郎。安政四年五月十二日、父。 国行の死去に伴い田村家の家督を相続する。万円元年に、文家の旗本、田村明に、追加の内分分地を与えて、同家の家録を二千病にする。文久三年、後取りのいなかった宗家、道の仙台藩主、伊達義国の養子氏として迎えられることになり、急遽、一ノ関藩主田村家の家督を譲る養子を迎える。必要に迫られた。 はじめ一門渡り伊達家当主、伊達国主家を迎えようとしたが、渡りの過労、時は秋政らの猛反発にあって断念し、代わりに同じく一門の津の大川家から石川、吉光の七男、慶自身を迎えた。これが十代藩主、坂江県である。こうして十月九日、道明は、吉国の養子となり、伊佐尾村と名乗り、同年十二月十九日、十四代将軍、 徳川家持に、おまみし、返記を受けて、持村に改名した。14にした、自重、三作守るに助任されたが、持村は吉国に先立って、慶応3年6月16日、江戸の浜屋敷にて死去した。去年18、ありがとうございます。